それではここで祝電をご披露させていただきます。まず1通目、第8回定期演奏会の開催おめでとうございます。残念ながら参加できませんが、定期演奏会のご成功と今後ますます素晴らしい演奏を発表されることをお祈りいたします。千葉県ハーモニカ協会顧問高橋康弘様、同様の伝聞で千葉県ハーモニカ協会現会長永井康介様からも頂戴しております。3通目、第8回原浜定期演奏会おめでとうございます。ますますのご活躍を期待しております。四つ街道士守屋照義様からも頂戴いたしております。それでは祝電の紹介を終わります。